皆さんこんにちは、ナサです。今日はダン君が高熱出てしまいました。保育園に行けなくなってしまったので私は在宅となります。ダン君と一緒に過ごす一日に密着したいと思います。食欲はあるみたいだね。焼き芋です。焼き芋に薬混ぜ込んでます。あとはパイナップルとあとオムレツ作る。オムレツね。昨日は体調悪かったからか夜中泣き始めて2時間弱ダン君のそばで様子見てました。最初う言っててさ、見に行ったらやっぱ布団かぶってなかったからかぶせて、目開け始めて鼻が詰まってるからすごい息苦しそうにしてたんですよ。それで苦しいからかなんか起き上がったり寝転がったりを繰り返してました。マミーがいるかどうかずっとチェックして感じがしたので頭撫でたりして落ち着かせてあげてました。で、今日はダン君保育園行けないんですけど、もう熱はさ7度3分とかにもだいぶ下がってるからね。で、食欲もあるし私は在宅することになり、ダン君を見ながらまた仕事する感じになってます。どうなることやら。入っちゃう？なんかさっき食べたよ。パイナップルもダメになっちゃった。焼き芋食べたんだ。焼き芋食べた。食べやすいもんね。やっぱペーストがいい。ダメか。ダメみたい。熱が出るとさ、全然食べなかったり普段食べられたものが食べれなくなったりとかあるから、とにかく手当たり次第食べれそうなものを与えてっていう感じですね。毎日食べてるバナナでさえも食べない時もあるからね、今回は食べてくれたので一安心です。毎朝どっちかが家事やってどっちかが育児やるって感じですかね。風邪ひいた時は必ず鼻水が詰まるからね、鼻水気は必須です。めちゃくちゃ嫌がるけどね、私にはもうできないので旦那に任せてます。ここからは仕事が始まるまでダン君と遊ぶ時間になります。もぐもぐしてんのダン君も。今のうちに目いっぱい遊んどかないと後から大変なことになるので、この時間は必死です。でも今日は一人遊びが上手そう。というわけでダン君のご飯の作り置きをしちゃいたいと思います。鼻水拭き取るのも一苦労ですよね。めちゃくちゃ毎回嫌がります。私は静かにご飯を作り続けます。めちゃくちゃラッキーなことに一人でよく遊んでくれてるので、私はゆっくり朝ごはんを食べたいと思います。本日は焼き芋でございます。仕事もろもろ始まりましたので、ダン君は YouTube タイムでございます。静かに見てくれるので助かってます。基本的に在宅中は常に何か口に物を入れてないと落ち着かないので、私はみるみる蓋ってくれます。ミーティング中は YouTube の音とかおもちゃの音とか大変迷惑をかけているんですが、仕方ないですよね。あまりにも慌ただしすぎてダン君のお昼ご飯取るの忘れちゃったんですけど、今はダン君の寝かしつけタイムに入ります。ちょっと苦労しましたね。でもなんとか寝ましたよ。再び仕事に戻るんですけど、この人は今コーンスープ飲んでますね。常に何か食べてますよ本当に。ダン君のお目覚めです。おはよう。いっぱい寝たね。僕3時間寝てるよ。お餅買える？え？なんかお外行く？お散歩行く？クック吐く？バカ。ん？バカ？ギューシュル？違う？パパ？ギュ？違う？お茶？ギューシュル？ママ？おむつ変える？
違うの？ダン君の夜ご飯タイムです。だんだん食欲がなくなってきてる気がしますね。まあちょっと元気そうには見えるけど。なんかおしわりして。うん、食べなかったですね。またしばらくテレビを見てもらってます。その間に私は夜ご飯の準備とか片付けをやりました。疲れた。ご飯作り終わってちょっとゆっくりしてる。ダン君はテレビ見てる。つまみがいっぱいしちゃった。顔丸くなってきたね。旦那の仕事が一旦一区切りついたのでご飯を食べるところです。夜ご飯は必ず一緒に食べてます。よく話します。よく笑います。楽しい時間です。お口の中をクシュクシュクシュシャクシャクシャク。はい、次はママ。痛いよダン君。今日は具合悪そうだったのでお風呂に入らずそのまま寝かしつけに入ってます。明日も保育園休むことになりそうですが仕方ないですね。おやすみダンコン。はい、というわけで私は明日母親が来てくれることになったので母親のお昼ご飯とダンコンの離乳食の作り置きをします。砂糖不使用のクリームチーズを作ってます。これさ、なんでミキサー使わないのって思われるよ。すごいジャポンス。どや顔してんの。ありがとう、私これで美味しいチーズケーキすごい。やってよかったね。楽しいね。終わった。バイバイ。